朗読江戸川乱歩作勇気の塔前回の続きからです呪いの塔ちょうどその時けたたましく電話のベルが鳴り響いた アトリエの一方の隅に電話室もなく露ししした電話機が取り付けてあるのだ三田村と玲子とはそれを聞くとハッとしたように顔を見合わせたがやがて三田村が舌打ちしながらその隅へ行って手話機を取ったそして二言三子と話しているうちに三田村の 声の調子が変わった。えなんでまたそんなこと。木でも違ったんじゃないかよし、すぐ行きます。れ子さんもここにいるんだ。二人ですぐ駆けつける。警察へは知らせたかねうん、そうか。僕が行くまで知らせない方がいい。それじゃ。 受話器をかけて帰ってきた三田村の顔には激しい苦悶の色が現れていた彼はしばらく躊躇していたがやがて決心したように「ちょっと」と言って玲子を部屋の一方へ連れていって何事かひそひそとささやくのであった「え本当ですか私。 どうすればいいんだろう聞き終わった麗子が身をよじるようにして悲痛な声を立てた彼女の顔は幽霊のように青ざめていた呪いだ塔の呪いだ五重の塔の中からあいつが手招きするんだそこにあいつが住んでいるんだ俺にはよくわかる 俺にもいつかそんな運命が来るかもしれない。絵画家は両手で長髪をつかみながら狂人のようにわめいた。まるでつきものがしたように貨物のいるのも忘れてわめいた。だがともかく行ってみなければならん。こいつは押尻入れの中へ放り込んでおけばいい。 手足が縛ってあるんだから逃げ出すはずはない三田村は大声で独り言を言いながら転がっている河津に近づきほとんど放心状態で彼の上半身を抱き上げて部屋の隅へ引きずっていった「こいつのせいだわこんなことになったのもみんなこいつのせいだわ私敵が落ちたい」。 三田村さん、私この探検をこいつの心臓へ突き通してやりたい。玲子は憎悪に燃える目で河津の顔をにらみつけながら必要に言い続けた。それは後ででもできる。こいつは逃げ出しやしない。それよりも早く行ってみなけりゃ。さこの押尻入れのの戸を開いてください。 今にも飛びかかりそうな目で仕方なく彼女はその戸を開いた「ここでおとなしくしているんだ相談は帰ってからゆっくりしようよく考えておくがいい手を引くか命かだ」ピシャンと戸が閉まって河津は真っ暗な押し入れの中に取り残されたキーキーと押し入れの戸の ねじ込み帳を回す音が聞こえやがて2人の足音が遠ざかっていった河津は2人の言動からおよその事情を推察することができた玲子が色を失ったのも無理ではない三田村が狂人のようにわめいたのももっともである河津自身すら押し入れの闇の中で それを想像した時恐ろしさに身震いを禁じ得なかったほどであるじっと闇の中を見つめているとその光景が灰色の幻影となってまざまざと目の前に浮かんできたそこには枯れ木ばかりの林があった葉というものの一枚もない 奇怪な形の枯れ枝が交錯して空にそそり立っていたその林の中に古い五重の塔がピザの斜塔のように少し傾いて立っていた非常に古いアレッサンダ・フル塔である無論上野や浅草の塔ではないどこか郊外の 神家に遠い古寺の塔であろう枯れ木林の下道を一人の小さな人間がブルブル震えながら歩いていた麗子の父の神道建造師である彼は何かに疲れたように塔の頂上を見つめながら一人ぽっちで歩いていた やがてその新道師の洋服姿がおもちゃのくくりざるのように塔の外部を登ってゆくのが見えたまったく足場のない塔の外面を目に見えぬ大きな手で引き上げられるようにするすると雲なく上々に出していたそして次の瞬間には 彼はアトリエの壁の十数枚の絵と同じ状態になっていた人間が一個の風鈴とかして塔の蝶々の屋根の端にぶら下がったのであるそして風もないのに時計の振り子のように激しく左右に揺れているのだ 映画の大写しのようにその塔の頂上がスーッと河津の目の前に押し寄せてきた頂上の屋根だけがびっくりするほどの大きさで網膜いっぱいに広がったその構図はどこやらアトリエの一枚の油絵に似ていた今彼の目の前を 道士の巨人のような顔が覆っていたそしてその顔が振り子のようにゆっくりゆっくり右に左に視界の外に消えてはまた戻ってくるのであった戻ってくるごとにその巨大な顔の表情が変わっていたにやにや笑っているかと思うと 々と泣いていたそして次には鬼のような激怒の表情になって何事かわめいていたもう意志しているはずの彼が意志の状態のままでわめいていた河津はその声が聞こえるような気がした 俺は貴様に殺されたんだぞ。貴様を殺そうとしてかえって俺の方がやられたんだ貴様の幽霊に脅かされているよりは俺は死ぬ方がマシだったすると幸いこの塔が見つかったので俺はここへやってきたのだ貴様は俺を殺したよく覚えていろ 貴様は人殺しだぞそんなことを耳の中がガンガン鳴るような大声で繰り返し繰り返し喚めくのであった河津はつい一時間ほど前自動車の前から首を出して進藤氏を怖がらせたありを思い浮かべた。 その時の進藤氏の恐怖と絶望の表情がありありと思い出されたすると目の前の幻の顔がたちまちそれと同じ表情に変わったほとんど静止するに堪えない魂も消えるばかりの恐怖そのものがそこにあったカーズは今 彼の足を踏み込んでいる世界のあまりの異様さに彼自身の脳髄を疑わないではいられなかった鶴田という食後上がりの不良者が上野の塔で首をくくったするとその後を追うようにしてあの資産家の会社の社長がまた同じように自殺したのだそして その娘は血に飢えた氷のように探検を振り回している。絵画家三田村は五重の塔と首吊り男の絵ばかり描いている。これらの事実は一体何を意味するのだその奥にはどんな秘密が隠されているのだ三田村は塔の呪い。 という言葉を漏らした。ではこの一連の機械樹の裏には孤島に潜む何者かの容器が働いているのであろうか孤島が目に見えぬ手を伸ばして人々を河津自身をさえも狂気の世界へ引き入れようとしているのではないのかだが河津のこの幻想は 10分ほどで消え去った。その間も絶え間なく無意識に働いていた両手がいつしか縄を緩めて自由になっていたからである自由になった両手が彼に現実を呼び戻した彼は闇の中でせわしく足首の縄を解いたそして ごたごたした道具類の中に座り直すと前の板戸を押してみた「帖がさしてあることは分かった板が帖などは問題ではない板を打ち破ればいいのだ」「それには押し入れのガラクタの中に手頃の道具があることを発見した」「何に使用したものか金手こに似た」 一本のの鉄棒が転が転っていたのだ彼はそれを取っていきなり板戸を乱打し始めた闇の声河津は押し入れの板戸を破って外に這い出すことに成功した二人の行く先は分かっている。 後を追うのだあくまで彼らに食い下がって秘密の短所をつかまでもならない彼はアトリエを飛び出すと半丁ほど向こうに止めておいた自分の自動車に駆けつけ運転台について渋谷の新道亭に向かって走らせた門前までは行かずはるか手前の横丁に車を隠して ひっっそりと寝静まった屋敷町を影のように新堂邸へと近づいていった大門は閉まっていたけれど脇の小門を押してみると難なく開いたおそらく十数分前画家の三田村と玲子殿がここから入って牢売のあまり後の閉まりも忘れていったものであろう。 西洋館のの横手を庭園の方へ回り川津の足は自然例の菓子の大木の方へ近づいていったつい三時間ほど前その木上へ登って洋館二階の神道の今を覗き込んだあの菓子の木であるだが洋館の窓は皆真っ暗で。 人のいる気配も見えなかった裏手に和風の平屋が立っていることを知っていたので庭木の茂みの中を足音を忍ばせながらその方へ進んでいくとふと行く手の闇の中から人の話し声が聞こえてきたはっとして茂みの陰にうずくまり聞き耳を立てるとその声はつい 一軒ほどのところから聞こえてくることがわかった闇の中で何者かが立ち話をしているのだそれじゃ僕は行ってくるからあなたはここにいてお父さんをよく見てあげてくださいでも大丈夫かしら大丈夫医者が 引き受けたと言うんだから心配することはありませんよ。警察に知らせなくてよかった。これでまず一安心です。しかしこれは僕らだけで済むことじゃないのですからね。すぐあの人たちに相談しなけりゃ。でももう二時でしょ。今夜私の家へお泊まりになってはいや。 そうしちゃおられん。青木君がすぐ来てくれって言うんです今電話で知らせてやったんだがやっぱり会って相談したいと言うんですよそれに押し入れの中へ放り込んであるやつのことも心配だしそれは絵画家三田村と礼子の声であった青木というのは何者かわからなかったけれど 押し入れに放り込んであるやつというのは無論河津のことであるだが二人はなぜこんな闇の庭園で立ち話をしているのであろう河津はそれを次のように想像した事件はおそらく裏手の日本座敷で起こったのであろう進藤は今もそこで医者と 召使いいいののを受けているのに違いないだから三田村と礼子は西洋館の玄関を通らないで直接庭からそこへ駆けつけまた庭を通って門の方へ引き返す途中なのであろう。という意味はつまり新道はその和風の建物の軒下にぶら下がっていたのではないかということである。 洋館には張り出した屋根がないのだ。この庭内でいくらかでもお重の塔を連想させるものはあの立派な和風建築の跳ね上がったような屋根のほかにはない。その屋根の形の草荷が物の化に疲れた神道を誘惑したのではないか。彼は黒いシャツルだが。 上野の五重塔でしたのと同じやり方でその軒下にぶら下がったのではないか闇を透かしてその方を見ると臓器の木立の間に日本犬の胸が異様な曲線を描いて真っ黒にそびえていた締め切った雨戸の隙間からかすかに光が漏れている。 あの部屋に抱き下ろされたばかりの神道が横たわっているのではなかろうかじゃあうちの車に乗っていらっしゃる闇の中で玲子の声が訪ねていたうん運転手君に用意をしてくれるように頼んであるんですよ三田村はそう答えて。 門の方へ歩いていてくらしい様子だ。ワ津はそれを聞くととっさに三田村を尾行する決心をした彼は自分の自動車を持っているのだから尾行するのはわけはないワ津は闇の中の一匹の猫になって音もなく茂みの影を追い始めた。 三田村よりも先に門を出てしまうために大急ぎで引き返した二人がまだ何か立ち話に暇どっている間に彼は守備よく線を越して門のところにたどり着いたが見るといつの間にか大門がいっぱいに開かれてその内側に一台の自動車が いつでも出発できるように用意されていたそっと覗いてみると中には誰もいない運転手の姿も見えぬ河津はそれを見てふらふらと妙な気持ちになった振動に菓子の木の上からまた彼自身の自動車の運転台からバーッと 顔を出して見せたたあの一種強靭めいた冒険心だ別の車で尾行するよりもこの自動車の中へ身を潜めていた方がもっと確実でもっと痛快ではないかアトリエの押し入れに閉じ込められているはずの彼が三田らのクッションのすぐ後ろに隠れて。 相手の一挙一投を見守っているとしたら河津はこのとっぴな思いつきの誘惑を避けることができなかった彼は流線型の自動車のクッションの後ろには思いもよらぬ大きな隙間のあることを知っていたこの自家用車がどこの会社の製品にせよ ただクッションの背部のもたれの部分が前方へ倒せるようになっていさえすればその隙間へ忍び込むことは不可能ではない彼はあえて別の車でそれを試みたことがあって小柄の彼には軽落ちてそこへ身を潜めることができるのを知っていた彼はそっとドアを開いて。 車内に忍び込み、力任せにクッションのもたれの部分を動かしてみた。するとそれは案外たやすく前方に倒れ、その後ろに大きな隙間ができた。彼はすぐさまそこへ潜り込み、もたれを元のように直して、クッションの後部のほくりくさい隙間に身を横たえた。 その隙間には黄々にして小型のジャッキだとか修繕用の道具などがゴタゴタと入れてあるものだがこの車には栽培邪魔になるほどの道具もなく非常に窮屈ではあったがともかくもそこに身を細めて横になっていることができた「ふ、うん、今にやっこさん何も知らないでこのクッションに腰掛けて」 青木と「いやアトリエの方が先かもしれない」「そして押し入れの戸が破れているのを見てびっくりすることだろう」「河津は何か隠れ蓑のでも着た気になって締め付けられる体の痛さも忘れてひそかに打ち興じるのであった」 文豪と政治家車が走り出すとその窮屈さ肩や腰の出っ張った部分の押し付けられる痛さはほとんど耐え難いほどであったが河津は今さら敵の前に救いを求めるわけにはいかず死に物狂いで我慢していたクッションを通して 三田村の体の揺れるのがはっきり感じられたが、彼は無言のまま、身動きもせず、じっと前方を見つめているらしく想像された。長い長い時間、あちらに曲がり、こちらに曲がり、骨も折れるかと締め付けられて危うく悲鳴を上げそうになったとき、やっと車が止まった。 時期来るからちょっと待っていてくれたまえ見た田らの声がかすかに聞こえてクッションが浮いてドアの開く音がした言葉の様子ではここは例のアトリエの門前に違いないふふん、ヤッコさんの顔が見てやりたいなガーズは窮屈な姿勢のまま 一人痛快がっていた「ほとなく彼の隠れ場所まで聞こえるほど激しい足音が近づき自動車のドアがバタンと閉められたかと思うと恐ろしい勢いで重い物体がクッションの上に転がり込んできた」君「君急いでくれたまえ大急ぎだ大変なことが起こったんだ」 もし尾行してくる車があったら注意してくれたまえ三田村の息を切らしている言葉がはっきり聞こえてきた無論押し入れの中が空っぽになっているのを確かめて興奮しているのだ押し入れから逃げ出した河津がどこかで見張っていて尾行してくるのではないかと気遣っているのだ その河津がクッション一重の後ろにニヤにヤやにや笑いながら身を潜めているとも知らないで車は再び矢のように走り出した河津はまた窮屈な痛い思いを我慢しなければならなかっただが今度は案外早く十分も走ったかと思うころ 三田村の、「ここだここだ」という声とともに車が止まった「少し長くかかるかもしれないから家へ入って待たせてもらう方がいいだろう」三田村は運転手をいたわって車を降りて行き続いて運転手も車外に出てゆく物音が聞こえた。 カウズはそれを聞きすましてからクッションのもたれを押してしびれた体を無理に起こしてそっと外をのぞいてみると車は立派な洋風邸宅の門内に止まっていたすぐ目の前にれた張り出し屋根のついたテラコッタ張りの玄関が見えている「こいつは新道の家よりも立派だぞ」。 青木って一体何者だろう河津はいぶかりながら窮屈な場所からやっと這い出して車の外に出ると車体の陰に身を隠すようにして辺りを入念に観察した「あいつはきっと奥まった部屋で話をするに違いない」「庭からのぞけるといいんだが」 栽培建物に沿って細い道が続いていることが分かったので河津はともかくそこへ入って行ってみることにしたコンクリートの塀と母屋との間の狭い路地のようなところを一曲がりすると正面に板戸が閉まって向こう側から鍵がかかっていることが分かった津は、 その低いコンクリート塀を音を立てないように乗り越すことに成功した塀の向こうは広い庭になっている彼は母屋に沿ってその庭を奥へ奥へと入っていったふと気がつくと向こうの木立がぼんやりと明るくなっているそこの窓の中に電灯がついていて その光がカーテンを通して庭に漏れているのだ彼はその窓の下に忍び寄ってそっと室内を覗いてみた熱いカーテンの合わせ目に少し隙間ができていて中の様子が手に取るように見透かせる 豪な洋であった。天井や壁の構造色彩長寿の類がアメリカ英語のセッタのように明るくて気が利いていてそこにいる3人の日本人がなんだか縮むさく見えるほどであっただが部屋の立派さよりももっと河津を驚かせたのはそこにいる2人の人物であった。 テーブルを囲んでいる3人のうち1人は絵画家三田村であったがあとの2人が実に意外な人物なのだちょうど窓の方へ顔を向けて腰掛けている和服の人物はおそらくこの家の主人であろうでっぷりと太ってちょびひげを生やした子供子どもした顔おや こここの人はどこかで見たことがある。あ、そうだ小説家の青木小作だ青木小作といえば現代ついつの大作家であった雑誌の口絵なので度々彼の豪奢な邸宅を見ていたがこの家がそうだったのかそれにしてもあの有名な小説家が五重の塔の首吊り事件と 一体どんな関係があるというのだろううんこいつはいよいよ面白くなってきたぞ格子会社の社長と教人の絵描きと日本一の小説家だなんだか途方もないことになりそうだぞカーズは事件が思いもよらぬ方角広がっていくのを見てすっかり右頂点になってしまった だが彼を喜ばせたのはそれだけではなかったそこにはもう一人の人物がいたのだその男はやはり小説家と同じ456の年配でぴったりと身についた仕立ての良い背広眼鏡の中の威嚇するような鋭い目きれいに刈った口ひげつややかな顎の先だけにポツンと残した真っ黒な 大ひげおこれはどうだ。こちらの先生は大田黒大蔵じゃないか文豪と政治家だ妙な組み合わせだぞ大田黒大蔵は静岡県選出の大技師幹事としてジャーナリズムの世界にもよく名の売れた政治家であったガーズはこの大技師とはある会合の書記上で 口を聞き合ったこともあるくらいだから人違いをするはずはない。いよいよもって不思議というほかはなかった。一体この貧乏絵描きと小説家と政治家の三人は深夜何を語っているのであろうと耳をすましたガラスとが密閉されていなかったので三人の会話がはっきり漏れてくる。 汽車から突き落とすなんてまずいことをやったもんだな一体あの玲子という娘がいけないんだいや娘に秘密を打ち明けた父親がいけないんだ黙って放っておけばよかったのさなあに素人探偵なんかに何が探り出せるものか知らん顔してれば一等安全だったんだよ 小説家の大木氏が甲高い声で新藤氏の閣挙を非難するのが聞こえただがこうなっては素人探偵だって油断がならんよやっこさんもうちゃんと鶴田の所状を突き止めたって言うじゃないか大田黒代議士が心配らしく眉を潜めて言ううん無論今となっては捨てておけない 第一、新藤は殺人未遂犯なんだからね。そのカウズというやつが一言警察に訴えさえすればね。だがなぜあいつは訴えないのだろう。なんだか気味の悪いやつじゃないか。その上、三田村が不法監禁をやっているんだからね。どうもまずいよ。君たちは揃いも揃って気でも違ったんじゃないか。まあ三田村は 昔から突拍子もない男だからなんだがあの新藤がそんな真似をするなんて少しおかしいよ大田田氏が三田村を目の前にに置いいて、て遠慮にやっつけている。お互いの名を呼び捨てにしているのを見るとこの3人と新藤氏との一談はよほど打ち解けた間柄らしく思われる。 気でも違わなけりゃ首吊り騒ぎなんか起こさないだろう。だがどうしてそんな気になったのかね。殺人未遂罪の発覚を恐れたのかね。青木氏は首吊り騒ぎと言った。するとやはり新藤氏は川津の想像した通り自邸で医師を企てたものに違いない。 たたりじゃないかと思うんだよ絵画家三田村が突然ぶっきらぼうに口を挟んだえ祟たたりうん神道は日本座敷の軒にぶら下がったんだがその屋根の格好がなんだか五の塔の屋根に似ているんだあの男なぜあんな妙な家を建てたのかな 塔ののだらりだっていうのか「そうだよ出なけりゃ鶴田はなぜわざわざ五重の塔のてっぺんまで登って首をつったんだかわからない何か目に見えないやつが誘ったんじゃないかと思うんだよ神道にしても同じことだあの円満な実業家がこんなふうになるっていうのはどうもただごとではないよ」。ははは。 田村はがらにななく迷信家でいけない。け君こそ何かに疲れているんじゃないのかい第一あのアトリエの五重塔絵を早く焼き捨てなけりゃもうこうなっては危険で仕方がないあんな絵ばかり描くと言うのが何かに疲れている証拠だよ小説家が苦々しいに言ううん疲れてるかもしれない。 僕もななんんだかそんな気がする。この頃ことに唐の夢ばかり見ているんだ絵画家はにっこりともせずしごく真面目な表情で変なことを言ったがさらにぎゅっと眉を寄せてテーブルの上にその青白い顔を突き出した「疲れているといえば誰よりもあの麗子っていう子だよ」。 あの子には呪いがかっている。美しい顔して血に飢えているんだ。僕が止めなければあの子はカワツを殺してしまったかもしれない。そういえばね、君、レイゴの顔変だとは思わないかいことにあの目だ。あの目が誰かに似ているとは思わないかいこのなんでもない言葉が他の二人を ひどく打ったらしいことは隙間をしている川津にもよく分かった。小説家と政治家とはぎょっとしたように顔を見合わせてしばらくは口を聞くこともできないほどに見えた。